立浪監督、また変なことを言い出す。中地の投球について、ボール自体は良かった、ピンチで力んで2ストライクから真ん中に行ってしまったり、石橋もうまく引っ張ってくれればというところもあった。でもボール自体は非常に楽しみなところがある。今は打たれて反省しながらやってほしい。5失点ときつい点数になったけど、打線も淡白になりすぎた。打てる打てないはあるけど、もっと気を出していかないと。敵地で3連敗、試合なので勝ち負けはあるけど、同じチームにね、我々もいろいろ策を練らないといけないけど、選手も悔しさを持ってやってくれないと変わっていかない。選手の責任にするつもりもないけど、ガッと向かっていく気持ちを出して戦ってほしい。岡林が23試合連続安打、すごいですね。1番だから出塁をどんどんしてくれれば、四球も選んでね。この3連戦は牧にやられた。もっと攻めていかないと。初戦で2つフライを取っていれば、ここまで打たれることはなかったかもしれない。振り返っても仕方ないけど、そういうものだったりもする。今回の試合について、打席の中でもっと気を出していかないと。悔しさ出さないと変わらない。向かっていく気持ちで戦ってほしい。切ってないや、ドラゴンボールの木みたいなもんか。立浪って基本野手を褒めねえな。最近立浪記事が楽しみになってきてる自分が怖い。顔だの木だの好きやね。